はい、えー、次にえー、玉木デニー君。委員長。えー、玉木デニー君、はい、生活の党の玉木デニーです。えー、今日はですね、まずあのこれはあの今朝地元の新聞に載っておりましたあの報道ニュースですので、特に通告もしておりませんが、ぜひ、えー、外務大臣にはあのこのことをやはり強くあの、えー、考えていただきたいというのは、実は、えー、去る10日に。 発行した日台漁業協定なんですが、10日に発行してから昨日、2隻目の台湾の漁船がまた打捕されているんですね、そのことをまずお伝えをしておきたいなというふうふに思います、質問は特にしておりませんのでお伝えをしておきたいんですが、日台漁業協定で定めている合意水域から大きく外れた先島諸島の南側水域で違法に操業したとして、 水産庁は21日、台湾、えー、高尾港所属のハイナワ漁船を拿捕し、約37トンを拿捕、えー、し、えー、船長を、えー、漁業試験法違反の疑いで逮捕したと、で10日の、えー、この協定発効後、台湾漁船の打捕は14日に続いて2回目であり、日台漁業協定で取り決めた合意水域から南に約150キロ離れており、 前回、実はこれ、台湾漁船が拿捕された海域とほぼ同じ場所だったんです。つまり、どういうことかというと、この海域はですね、日本と台湾の双方が主張している、その、えー、排他的経済水域の上でもなく、日本側に大きく入り込んでいる。しかも、えー、宮古、石垣島からずっと南側に下ったところであり、えー、この地域はですね、あのー、 台湾のハエナワ漁船と競合する水域を避けた地元の皆さんが主に操、えー、業している海域でもあるということで大変地元の皆さんはこのことについて、えー、不安を覚えているわけですね、まあ。逮捕された船長はその後、えー、担保金を支払うことを約束した保証書が水産庁に提出されたことによって21日午後釈放し漁船を返還していますが、えー、県内の漁業関係者は台湾側は協定のルールについて 余民への周知を徹底していないのではないかということを大変危惧しておりますですから日本政府は台湾に協定の周知徹底をしっかり求めてほしいという声を強く要望しております実は先日16、17日の2日間にわたって双方で関係者が話し合いをして一定のルールの合意は見られなかったんですが台湾側はですね、日本の排他的経済水域で 台湾船が操業するのは好ましくない、ルールは守るべきだと話していたということで、双方ある一定、えー、理解をして操業しようという形で進んでいくだろうというふうに、地元の皆さんはそう期待をしているわけです、しかし、一方の台湾側で十分なその、えー、情報、通達がなされていないということにもっと日本政府側がですね、 しっかり取り取組んでいただきたいということを望んでいます、まあ、今日は水産庁を呼んでおりませんので、外務大臣にはそのことを、ですね、えー、こういうことがこれからも起こることがないように、ですね、まあ、取り締まりを強化するということは当然ではありますけれども、双方の情報共有について、しっかりするようにということで、ぜひ大臣からも申し伝えていただきたいということをお願いしたいと思います。外務大臣岸田文雄君 えとまず、日体民間漁業取決めにつきましては、この取り決めの,この対象水域以外での,この打法等につきましては、従来どおり国内法に従って対応されるということになると存じます、えー、とそしてその上で、この取り決めの運用につきましては、この日体漁業委員会をはじめ、沖縄、 この関係者も含めてです、ね、しっかりとこれ、議論をし、そして結果を出していかなければいけない、このように思っています、そしてその上でご指摘のように、そうした取り決め、ルールの,この周知徹底については大変重要だと存じます。ぜひこうしたこの取決めににつついいてても具体的な運用について しっかりと確認を行いそれを周知徹底するように関係者とともに努力をしていきたいと考えます玉城デニー君、はいえー、大臣ありがとうございます通告をしておりませんが、えー、そのように大変あの。 前向きな答弁をいただけるということが、ですね地元の皆さんにとっても安心安全な操業につながっていくと思いますので、今後ともぜひお取り組みをよろしくお願いいたします。さて、外務省が刊行した平成24年度版の外交聖書で、ですね、えー、日本が行ってきた外交活動の外観が記録されているこの聖書なんですが、第3章の分野別に見た外交の格論。 第一節の冒頭はやはり日米の、えー、安保体制がつづられています。えー、先ほど、えー、平成二十五年度版ですかね、あの、プロト版を少し見させていただいたんですが、そこにもやはり、えー、日米安保のことがしっかりとこの第一節で述べられているようでございますが、その中の在日米軍の駐留に関する諸問題の項ではですね、在日米軍の安定的な駐留確保のために、在日米軍の活動が 周辺の住民に与える負担を軽減し、住民の理解と支持を得ることが重要であると記されており、さらに文中では、米軍関係者による事件・事故の防止、米軍機による騒音の軽減、米軍施設区域における環境問題などについては、地元の要望を踏まえ、改善に向けて最大限の努力を払ってきていると述べられています。えー、今日の委員会ではですねあの、基地から発生するこの騒音問題について、 外務省とそれから防衛省からもですね、地方協力局長においでいただいてますので、お考えを聞かせていただきたいと思います。嘉手納基地周辺における騒音の現状についてお伺いいたします。沖縄市嘉手納町北谷町にまたがる米空軍嘉手納基地は、米空軍で最大規模である第18航空団、第353特殊船航空軍、第733航空輸送隊などの部隊が駐留し、 空軍主力戦闘機の F15、それから空中油機の KC130 ほか、周辺空域及び太平洋地域海域での訓練移動などによる外来機の騒音問題が向上化しており、騒音の負担軽減どころか、重大な訴訟問題にもなっている爆音というふうに呼ばれている、その被害を受け続け続けているのが地元の実態であります。実は21日、地元、沖縄の地元紙に載っている記事に、 この地元の地元であります嘉手納町が実施した2012年度の嘉手納基地周辺の嘉手納、ネ久、屋ラの3地域における騒音測定調査の報告で午後10時から午前6時までの騒音発生回数が嘉手納地域で4358回、屋良地域で4137回、カネク地域で286回に上っています。そのうち手良地域は 3年連続で4000回を超え、24時間計測の年間発生回数は、やら地域ではなんと3万8554回を記録しているんですね、えーまあ、本当にこのあまりにも耐え難い騒音、爆音の現状について、どのような現状認識を持っているのか、防衛省地方協力局長に伺いたいと思います防衛省、山口正和地方協力局長。 お答え申し上げます。防衛省におきましては、嘉手納飛行場の周辺に14箇所の航空機騒音自動測定装置を設置し、騒音状況の把握に努め、またその結果についてはホームページで公表させていただいているところでございます。平成24年度の測定結果によ,りますばよれば、航空機騒音のうるささを示す WECPNL は前年度に比べ4箇所で増加し、2箇所で増減がなく、 8カ所ににおおいいてて減少したという結果になっておりますまた騒音発生回数については、前年度に比べ8カ所で増加し、6カ所において減少しております。いずれにいたしましても、米軍飛行場におきます飛行活動というものは、米軍の運用上、必要不可欠なものではありますが、他方、航空機による騒音は、周辺住民の方々にとり深刻な問題であり、騒音の軽減ということは重要な課題であるというふうに認識しておるところでございます。委員長玉城に君 はい、えー、今の報告にありましたとおり、やっぱり減っていないと、もう増えたり減ったりしてるけれども、ある一定でずっと運用されてるということが実態だと思います。さて、嘉手納飛行場および普天間飛行場における航空機騒音規制に関しては、日米間の合同委員会において、平成8年3月28日付で、嘉手納基地における航空機騒音規制措置、いわゆる騒音を病防止するための協定と呼ばれておりますが、この 中で、えー、騒音規制措置でですね、22時から、深夜22時から午前6時の間の飛行及び地上活動、夜間訓練飛行などは必要な最小限度に制限される点や、6時から、夕方6時から翌朝8時間のジェットエンジンのテストは行わないなどについて、その遵守規定を著しく、その遵守規定を設けているんですが、 この状況は著しく違反しているのではないかというふうに思われます。この現状について、どのような対処を取っていらっしゃるか、防衛省に伺います山内正和、地方協力局長。お答え申し上げます。委員ご指摘のように、嘉手納飛行場におきましては、平成8年3月、日米合同委員会の場で、午後10時から午前6時の間の飛行等の活動は、米軍の運用上の所要のために、 必要と考えられるものに制限されることや夜間飛行訓練は必要最小限に制限するといったことが合意されていること,ところでございます当省といたしましては現在同飛行場においてはこの航空機騒音の規制措置を踏まえた運用がなされているというふうに認識しているところではございますが米軍に対しては運用上やむを得ない場合であっても可能な限り周辺住民の方々への影響が最小限となるようまた休日をはじめ 土曜日、お盆、年末年始入学試験等、地元の年間行事等にも配慮するよう、累次の機会に申し入れを行ってきたところでございます。今後とも引き続き、米側に対しては航空機騒音規制措置を遵守し、可能な限り周辺住民の方々への影響が最小限となるよう申し入れてまいりたいというふうに考えております。玉城デニー君 はい、あのー、大臣、あの先ほど私が報告いたしました、えー、この嘉手納町が、えー、調査した報告書です,よ、ね、ですが、嘉手納とやら両地域の午後10時から午前0時、深夜から早朝の騒音発生回数が3年連続で4000回を超えているということなんですね、この4000回を超えているということは、私は尋常ではないと思うんですが、大臣にその見解を伺いたいと思います。外務大臣岸田文雄君 あの米軍機によるこの騒音問題、まあ、これはあの周辺住民の皆様方にとりまして、これは大変深刻な問題であると認識をしております。あの外務省としましても、この日米合同委員会合意によるこの騒音規制措置の遵守、ベ、え、ガ、ー、に繰り返し求めてきているところであります。えー、私もあの2月に沖縄に行かせていただきましたが、 米側に対して騒音への対応、具体的な問題,を問題をきちんと対処するように申し入れを行ったところでありますそして、その中でこの航空機訓練移転の実施が続けられておりますそして、この訓練移転につきましては当初国内への、国内の基地への,この移転 えという形でありましたが、えー、ようやくこのグアムへの移転がスタートしましたまあこうしたことがこの騒音軽減の結果につながるということは期待をしておりますまあこうしたこと等をまあしっかり見ながら引き続き外務省としてもえこの騒音問題この深刻な問題としっかり受け止めて,て米側に働きかけていきたいと考えています委員長玉城デニー君 はいあのー、この特に嘉手納町におきましてはです、ね、町域の約83%に及ぶ12.40平方キロメートルが米軍基地に占用されているという実態があり、私の手元には平成24年3月7日付、嘉手納町長から、これは沖縄防衛局の局長宛に出した嘉手納基地に関する諸問題についての要請などがあります。えー、そのの中ににはは、まあ、航空機騒音、えー、軽減緩和についてもしくは 平成18年1月から嘉手納庁が国に対して要請している嘉手納基地使用協定の締結についての早期締結に向けた取り組みを、えー、設望するというふうにあります特に騒音被害の激しいこの嘉手納やら地域の自治体である嘉手納庁は再三にわたり嘉手納基地における諸問題に対する改善要請を行ってきておりますまた、えー、先ほども紹介いたしました嘉手納基地使用協定の締結についてなど 要望が具体的に挙げられており、住民の生活を脅かす現状に対しての厳しい要求が続いているわけですね。えー、しかし、まあ、国の方は果たしてこの深刻な事態を改善する方針があるのか、あるとすれば、改善に向けた地元自治体との協議についてですね、どのように取り組んでいくのか、もう、えー、時間もありませんので、このことについて、えー、規制措置などが警戒していないといえるのか、外務大臣に最後にお伺いしたいと思います。外務大臣岸田文雄君 まず先ほども申し上げましたように、この騒音問題につきましては、周辺住民,住民の皆様方にとりまして、大変深刻な問題だ,だということ、強く認識をしております、そういった中にあって、この訓練移転等、このさまざまな動きに注視しているところでありますが、今後とも 周辺住民の皆様方、また関係者の皆様方の声には真摯に耳を傾け、そして具体的な対応についても、絶えず考えていかなければいけないと認識をしております鎌木デニー君。はいありがとうございました、ぜひ日米合同委員会の取り決めなども含めて、ですね周知徹底と、そして外務省、防衛省でしっかり連携をして取り組んでいただくよう、要望申し上げ、質問を終わります。